はい、こんにちは。今回はね、コールオブデューティーの新作でキルレを上げる方法ということでね、今回動画をお送りします。よろしくお願いします。で、まあ、今回ね、キルレ上げる方法はね、もう簡単ですね。ひたすら待って、うおぉ、いきなり爆発して2人やられた。マチがね、今回強いんで、銃を壁につける、動作を使って、ひたすら街で相手を倒す。これがね、今回キルレ上げる方法になります。で、結構ね、街が強いポイントがいくつかあるんでね、まあ、こんな感じで覗いて、ゆっくり見つつ、クリアリングしながら撃つっていうのがね、今回すごく大事なんですけど、で、このマップだとね、この家の中覗いた奥のね、あそこがね、かなり強い。あそこに、やばい、巡航ミサイル来たよ。裏から回って、そこのね、車の奥から狙撃するのがすごく強いんですよね、今作。で、ちなみに今回武器は、あれですね、おでん使ってます。おでん使って、サプつけて、みたいな。まあ、M4 のがね、全然強いんだけど、今回はね、もう街、めっちゃ街に徹底するゲームをしようと思ってるんで。さあ、後ろ空いたんで一応、他のとこもクリアリングしつつ、もっと後ろが、駐車打って、こっちから来ないか一応確認しておく。で、さあ来ました、ここの車。ここがね、強いんだよね、このマップ。ここで、あのドア開けてくるね、敵がたくさんいるんで、こっからもうね、こっち側と、この A 側と、家側をね、ずっと見て、あとは撃つだけっていうね、簡単なゲームとなっております。いや、本当にね、街強いんだよね。はい、こんな感じで。ここをずっと見るみたいなね。ここ本当ね、私大好きなんですよ。来た、はい。ここね、飛んでくる、なんかまたいでくる敵、もうすごい無防備なんでね、もう一方的に撃てるっていう感じで。さあ、巡航ミサイル撃って、まあ、どこでもいいかな。なんか、多くの敵を下ろして、一撃キルしていく。まあ、今回はね、先に覗いた方が勝ちっていう感じなんでね、もうずっとこうやって覗いて定点狩りするっていうのが強いですね。まあ、面白いかどうかは別として、これを徹底していこうと思います。まあね、この立ち回りにこの武器がすごく合ってるんだよね。お、いた。さあ、リロードして。おっと、味方が入ってたぞ。あ、やられたあ、もう一体いるぞ。顔出してきたところに。出てこない。ちょっと弾がないんでね。リロードしていきましょう。あ、いた。待ってよ。どっちも来てるぞ。いた。あ、警戒してるね。警戒してるけど、ずっと待ちます。ひたすら待つ。それがキルレを上げる方法。あ、いた。左にもいる。で、あ、ちょっと待って、いるな。左だ。来た。でもね、待ってる方がね、強いんでね、こんな感じで、完全に待ちゲーですね。ひどすぎる、これ。完全にチキンでしょ。でもね、あの家がね、ものすごく人気あるんで、待ってても来るんでね、こんな感じで。もう、来なきゃいいのにね、ガンガン来るんだよね。あー、左か。巡航ミサイル来ても、待ち続けます。やられた。まあ、こんなんね、もうなんてことないっすよ。また、あの、車のとこまで行ってね、待てばいいだけなんで。巡航ミサイルとかも気にしないっす。あ、いる。いるんで、横から撃っていく。さあ、来ました。左いるか？いないんでね。あ、じゃあね、めっちゃ音するな。こっちいるんじゃない？でも味方がいるから大丈夫か。で、こうなるとね、ちょっと暇なんで、右側の洞窟見に行きましょう。で、右側の洞窟、ここでもね、待てるんで、ここもマッチポイントです。はい、一人、二人。あ、二人逃しちゃった。おそらく、右上から出てくるから準備をしておく。心の準備をして、出てこい。
はい、出てきた。はい、やっていく。待ちゲー。待ちゲーやばいな、これ。本当に。このね、この、固定するのがいらないよね。あ、後ろいるな。音がするわ。はい、1人。はい、2人。はい、3人。スチールヘッドショットしていく。で、巡航ミサイルが、あ、ちょっと荒れてきたな。下がろう。この、あ、俺の車が汚い。さあ、待ちゲーを展開していく。で、ここで巡航ミサイルでもね、一発撃ってみましょう。さあ、どこに撃とうかな。ここ、一人確実、あ、やばい、壁に当てちゃった。で、一人やって。左、あ、ちょっと、まずいな。リスが変わったかな。これ、A 側からもやってくるんじゃないかな。いや、裏も怪しい。そっちと右もちょっと怪しいけど、ちょっと進んでいこう。いるか？ UAV は燃料切れだ。補給のために移動する。あ、いるな。そこいるな。あー、煙。いや、煙った。どうしよう。煙の中を突っ込んでいく。ちょっとね、暇なんで、たまにはね、帰ってきましょう。で、一人。おっと、うちもらしい。雑すぎるな。あー、場所がね、場所が悪いんで、ちょっと裏から行きましょうか。なんか今作ね、なんか洞窟の中とか、外から見る中が暗すぎてね、見えないんでね。ちょっとこのマップは、洞窟に表から入るのはあまり良くないんで、井戸から入っていきましょう。さあ、井戸入って、どうだ、いるか、いない、いたちょっと待て、いるか、クレイモ、さあ来い、おっと、いない、あ、いた、奥にいるな。さあ、ヘッドショットして、我々がリードしている、いるはずだが、どこ行ったんだ。ちょっと待ちましょう。ここで待つと思うんです。あ、やべ、飛び出しにやられたよ。なかなか相手がうまいですね。さあ、井戸。井戸狙い撃ち。いや、無敵時間でよかった。あ、ちょっと待って、撃ちながら逃げましょう。で、はしご上がって、後ろを警戒。待って、上か、そっちか。おっと、スコアリミット。まあ、こんな感じでね、待ちゲーするとね、めっちゃ、ほら、キル18にデスなんぼかわかんないけど、かなりね、キルレート上げることができるんで、おすすめですね。まあ、面白いかどうかは別として。おでんもな、こういう使い方すれば結構使えますね。ということで、次行きましょう。さて、アズールケイブだっけ。こんな感じっすね、おでん。このロングレンジサプレッサー、めっちゃ太いんだよな。そして重そう。さあ、今度こっち側からか。まあ、これ井戸かな。速攻井戸入って。敵が戦域に入った。迎撃に備えろ。いや、まっすぐ走っていこう。で、接敵ポイントは入ってすぐ右、ここ。ここを覗いて待つ。はい。マッチ強えな、本当に。構えてた方が勝ちだから、このゲーム。で、走って右に向くと。いないか。敵の展開がちょっとあれだな。洞窟にあまりいないぞ。どうしよう。左から入っていこう。中入って。奥から。あ、いた。奥一人あって。いた、もう一人。さあ、ショットしていく。で、裏回って、例のね、白い車のとこに向かいましょうか。了解。じ
始まりました。今回も超待ちでいるかな、いないっすね。でここで待っていく。早速1人で左を一応見ておく。いない。注射器刺してUAV かまして、人間の中を見ていきましょう。あー、いるね、奥いるね。入ってくるね。味方が突っ込んでった。さあどうなる。出てった。あー、ちょっとこれ暇だな。洞窟見に行きましょう。はい、ここでいないか。UAV は燃料切れだ。補給のために起動。ちょっと戻ろう。戻っておこう。さあ、いえ、開くんじゃねこれ。左側から相手にリードされた。集中しろ。奥もあるぞ。ちょっと距離詰めますか。うわ、マジ今なんかでも近ったな。上空に味方の UAV 近づかしてた。レーダー操作を始める。あー、奥赤点。どういう布陣だ。逆側からかな。出てきそうなんだけど。あー、なんか結構まばらだね。あ、こっち出てくるな。いるわ。来た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 。あ、来た来た来た、走ってる。普通に突っ込んできた。まだいる。上空に敵の UAV。基本なんかもう待ちゲー徹底してます今回。まあ、構えるのがね遅いんでね、この構えるのがね遅いんでね、もう待つしかないんでね。まあ、M4 とかだと突っ込んでエイムして撃つとかでもいいんだけど。あ、いたいたいた。あ、強いなこの銃。こういう使い方したら、まあマジで強いわこれ。おでん強し。町おでんめっちゃ強い。あー、まだいるね。こんな感じでジリ。なんかでも楽しいねこれ。これはこれで楽しい。なんかコールオブデューティーじゃないね。なんかエスケープフロムターポールじゃないこれ。おっと、やったことないけどあのゲーム。あ、裏にいるな。裏赤点。赤点123。さあ出てくる。出てくる。いや、後ろにも音する。どうしよう。こっち見てていいのか。あ、出てきた。しかも負けるしね。おでん負けました。敵の巡航ミサイルが来る。あっと、巡航。あー、どうしようかな。そっち？さあ、奥見とこう。あ、いたいたいた。やめ、仕留めれなかったの、ちょっと残念だな。あー、いる。そっち側ね。こっち側見るか。あ、足音。入ってくるね。はい。まだいる？あー、もういなくなったな。いた。いたいたいた。よし。リベンジ。我々のスコアが半分に達した。この調子だ。こちらジャガースリーズ了解だ。いやでもね、このね、このマップ結構楽しいよね、このマップ。上空に敵のパーソナルレーダー。なんか割と正面の打ち合いになることが多くて、このマップは好きです。うわ、眩しい。下がって、ちょこっちを見ておく。いたいたいた。さあ、一人やって。うわ、待ってよ。あ、そっちか。うわ、集中砲火浴びてる。おっと、これは。私の車じゃないですか。来い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 。来たーこれね。出ましたよ。車待ちへ。さあ来い。いやでも味方が結構奥にいるんだよな。まあでも来るでしょう。人気あるし。この家ほんと人気なんだよね。かなり競争率高い物件となっております。1LDK。月5万。月5万の家に。あ、右？あ、いたいたいた。めっちゃ来た。ガンガン来たね。しかも奥にいるし、やられるし。
ああ、でも結構いい試合だな。48対46で。さあ、私の白い車に乗って、ああ、でもこの布陣だと暇だな。あ、ちょっと待って、下がろう。味方やられた。来るか、来るか。来たよ。はい、一人やって。さあ、もう一人来るか。場所的には前か、左。あ、いた。はい、二人目。懲りずにめっちゃ来るんだが。上空に敵のパーソナルレーダー、誰かが監視されてるぞ。3人目は、あ、なんか今投げ物、あ、後ろいるな。いた。飛んで落とかな。めっちゃ音するこれ。コツコツ。足音そんな大きくないでしょ普通。何あれ、ヘリ飛んでんだけど。我々がリードした。さあ、もう一回お家を見ていく。人気物件。あー、なんか暇になってきたな。ちょっと洞窟見るか。あ、いいね。洞窟ちょっとね、洞窟進みましょう。あー、そっちか。一人あって、もう一人いるでしょ。あ、奥に今いたな。リロード挟んで、味方が撃ってるんでカバー入っていこうかな。どこ。いた。おっと、危ない。注射器打って。で、左洞窟奥がいるんで、ここから構えておく。さあ、出てこい。いた。はい、一人やって、奥。さあ、二人やってくる。UAV は燃料切れだ。補給のために起動する。巡航ミサイル撃てるけど、ちょっとタイミングが見つからないんでね。ここで待ちゲーをしていく。おい、ヘッドショット。強え、この銃。いや、おでん強いわ、やっぱり。M4 の方が全然強いけどね。使い方によっちゃおでんの方が。ヘッドショット一発なんだっけ、これ。胴体二発でヘッドショット一発だから強いんだよね。待ってれば、待ちゲーだったら M4 よりも全然強いぞ、これ。さあ、後ろかな。後ろの上ちょっと見とこうかな。いた。はい、一人あって。おっと、ここでスコアリミットか。この戦いをものにしたら、ヘルリーフに行け。はい、そんな感じでね、今回もマッチおでんやってみました。これかなりレート高いんじゃないかな。ひたすらマッチゲーしたらね、こんな感じでキルレガンガン上がってくるんで、キルレガンガン上げたい人にはおすすめの立ち回りかもしれないですね。はい、5.25。そんな感じで今回は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。